どうもこんにちは、ナッチでございます。11月の5日です。そういえばね、ゼウスギガを使ってなかったんですよ。でまあこいつ周回向きの性能かなと思ったんだけど、意外とリーダースキルね、光染めだったらそんなに弱くはないのかなっていうのを今更気づいたんで使ってみたいと思います。はい、パーティーはこんな感じですね。まあハトホルとかね、ネフティスで闘技場を勝ってますんで、まあ同じ感じなんじゃないのかなっていうね、やる感じはね。でまあアシストとかはこんな感じですね。特になんか変わった点はないと思いますが、まあエドにエド武器がついてるっていうのが新しいポイントでしょうかね。これ間違えて2個作りました。バカですね。1個作ったの忘れてて、もう1回エド引くっていうバカなことしましたね。やばいよな最近な、やっとることが。あ、ゼウスドロップにしましょうか、せっかくならね。ゼウスドロップでいきましょう。まあ多分勝率はそんな良くないと思います。運ゲーになってしまうところはあるかと思いますね。頑張りましょう。できれば継承してるフレンドさんがなんか出てきてほしいんだ。これなんだっけ、冒険者ってどうやったら出てくんの、プレイ順とかいうわけでもない。なんかさっきめっちゃ出てきたんですけどね。いや裏で花火とか絶対使いませんからね。まあ毒とかがちょっと多くてめんどくさい時ぐらいかな、せめて。ラシオスかキリンで言ったらラシオスの方が指はちょっと嬉しかったりはする。1コンボ加算と1列変化、ラシオスの方が、スキル的にも悪くないですね。よし、これでいきたいと思います。頑張りましょう。なんでまあ先生がとにかく辛いっていうパーティーになるかと思いますので、まあ、先生は受けたくないんですが、受けたくないと言ってこのダンジョンね、やっていけるダンジョンではありませんので頑張りましょう。火力は意外と出ると思います。ただエンハンスがエドしかないんで、そこがちょっとね最後の方辛いんじゃないのかなっていう。なのでコットンとヨミには神キラーをたくさんつけてきました。こいつめんどくせえんだよな。これもうこれがすでに痛い。まあここに軽減があったら強すぎる気もするんだけど、やっぱね多少無料でもらえるっていう意味ではちょっと性能が控えめになってる可能性がなくはないのかなっていう気がしなくはない。ただバルは強いからね、なんとも言えないね。でここで、あ、これ死ぬかもしれんな。いやこれ死ぬかもしれんな。あ、割合だった。この後フンヌが来るんで、ここで回復しておけば次のターン倒せるはずです。ありがたいね。なんとか戦者は倒せそうです。ここでフンヌの形相が来るんで、よしよしよし。でまあ一応列も少なくはないのでね、まあ組んでやってもいいのかなっていう気はしますが、まあコンボ吸収とかも後半はあるでしょうし、無理狙う必要はないかな。まあでもあった方がいいかなって感じです。ゼウスはねコンボ強化とかないんで、それで火力出していくしかないですね。おい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 、しんどいしんどいし、おい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 、死にかけとるやん。これまずいね。こいつの先生で死にかけんのはちょっとまずいと思った。一応復帰力はすごいあるんだけど、5万じゃこのダンジョンきついか。この後は火力低かったはずなんで大丈夫と信じます。回復お邪魔が意外と痛いんだよね確かね。ですね。待って、吸収向こう持ってきてないわ。待て待て待て、やばいことに気づいた。なんか足りなくねって今思ったけど、吸収向こうねえわ。これはまずいね。ちょっとこんだけ時間かけてスターリングとか出てきちゃったら辛いよ。そうだよな、なんか足りないと思ったんだよな。でもゼウスにつけれるほど軽くないしさ、ゼウスのスキルが重すぎんのが問題だよねこのパーティーね。まあスキブが6つあるにしてもね、リダフレでまずいな。引かなければいいんだけど、
2体しかないプラスパールも多分このパーティーじゃ調整できませんから、ちょっと怪しくなってきましたね。こいつ一応発狂とかあったよね、確かね。怖いんだけど、ここはあえて1ダメージぐらいにしたいな。火の1コンボにしといて、でここでたくさん消すか。いや、これで耐えたら多分やばいと思う。あ、貫通しましたね。で、この次キラーなんで、スターリングだな、問題はな。スターリング、もうソディスとかどうせ出るんだったらスターリングで帰りたいよね。どうせ突破できないならさ、おとなしくね。そこで帰りたい感じはするよね。一応まあダメージ受けてれば調整できるかもしれんけど、耐久力ないんでね。信長だと嬉しい。で、毒弾くと嬉しい。望み通りになっちゃったね。で、ここは多分次やばいと思うんで、もうゼウス撃っちゃっていい気がしますね。フレンド様ゼウスはもうどんどん使っちゃっていいでしょう。全回復プラス花火なんですけど、これがドロケオ2つあるとはいえ、信長を倒すことはできるんでしょうかっていう問題があります。いける!素晴らしい。道中ならなんとかなるかなって感じですね。これ先生あるよね。これ江戸武器じゃなかったら死んでるよ。すごい調整だね。これ調整したわけじゃないからね、でも別に。たまたま耐えてますから、さっきから。いや、でもまずいな。こんなに5万って痛かったのか、このダンジョンは。一応、アテナもバルもね、体力倍率は多少はあったんでね。バルの場合は多少ではないですけど。それがやっぱでかいなって思いますね。繋がっとったわ。これ大丈夫?さっきより強いの来ない?回復ないし。次のフロア回復ないのは、あぶね。また同じ調整か。ダメージ同じなんだ。よかったよかった。よかったけど次のゴンジーで体力ないのまずいんだよね。あいつらのこともゴンジーって呼んじゃってるけど、ゴンジーは回復したいからちょっと回復の落ち込んが欲しいな。欲しいな。来ないか。まずいっすね。ここまずいっすね。エドは使いたくないっすね。カーンも正直使いたくないけど、使わんと死ぬと思うんで、使いましょうか。まあ、投下交換よりかはカーンやろ、まだ。こっち行きます。で、多少副属性が残ってるかと思いきや闇がないんで、多分右は耐えますね。しかも5ターン吸収。異常に長い。まあまあ、とりあえず、左の二人飛ばせれば、個人的には満足なんで。で、フェンヌが来るじゃん。で、ここ多分副属性で倒せますので、このダンジョンはあれやな。ゴエモンとかヘラばっかり考えとってもあかんってことやな。だって、楽茨城多分耐えれませんからね、このパーティー。そこまで気を使ってる余裕はないんだけど、正直。耐えれませんので。なんで、まあね、理想6万ぐらいだよね。5万後半ぐらいかな。まあ、軽減があればなおよしって感じ。待って、王が大丈夫これ。王がすら怪しくない?ちょっと不安になってきた。王が耐えれんかったらもうこのゲームはダメだよ。デンジャラスアフロ。なんか運がいいな。ちょいちょい運がいいな。デンジャラスアフロでまさかの生還を果たしましたね。こいつ出る確率相当低いぞ。結構動画撮ってきたけど、2、3回じゃないかな。水は消しても大丈夫なんですけど、水がないんだよね。回復1コンボで落ち込ん来たらめんどくさいもんな。ここは倒すか。なんか落ち込んが来る予感がしたんで、ここは倒しておきます。よし。その運で、もうね、
ソティスも引かない流れでお願いします。でここは多分いやーどうだろう、ちょっと不安だな。右を倒してその仮面がどうのこうの言ってる間に左倒そうと思ったんだけど、そんな火力は出んのかな。まあでもそれしかないよね、突破法はね。まあ最悪投下交換ですけど、ここで使いたくはないな。だからこいつをとりあえずは落とします。耐えれますよね、欠損さえしなければ耐えれますので。ほいほいほい、耐えそうだよなこれもな。まだなるべくね光がたくさんあってほしいんで、盤面にはここは1コンボだけにしておきたい。光が3コンボとかあったら多分いけると思うんで、ここはこんだけにしておきます。いや消えそう、大丈夫かな、消えないでください。あ全然降ってこなかった。この盤面になってしまうともう投下効果必須かなと。いや読みだな、読みをここで使っておかないとイザナミ対策に結局なりませんから、ここで読みを使って突破しましょう。はい、ちょっと少ないね光ね。まあでも3コンボできるんで、これで突破できんかったらまあ残念だわ残念ですわ、おじいちゃん破れたりっていう感じですわ。まあこんな感じかな。落ち込んどうぞ、待ってます。闇どうだ、貫通、あ結構余裕ですね。さあここでソティスを引きたくない、引いてしまった。まずい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 、ってかもうどうしようもないと思う、さすがに。だってコンボ系とかじゃないもんリーダースキルがそもそもね。これはやばい、これはやばい、ってかもう決定事項。そんな999ターンもする必要ある、それ。僕はそう思いますけどね。一応あがいては見ようと思います。そもそもこれが耐えれないと。いや枠がないんだよね。まあソティスが出ることを考えるんだったらまだゼウスにつけることも可能なんですけど、スターリングはもう無視だよね、無理だよね。ゼウスにサクラがあればその先制対策もしながら、まあ、いざって時も全回復できますので、まあ、理想はここにゼウスサクラフレンドだと、いやそれじゃあそうでコットンに吸収無効でいいんじゃないかなと。まあ、全てのことを考えるのは不可能だと思います正直おじいちゃん。ただまあ希望がなくはなかったですね、今回ちょっと僕のミスでしたが、ちょっとまあ奇跡も何回か起きたんで一応動画にはしておこうと思います。はい、ということでゼウスはまあやっぱ周回向きなのかなっていう、先制に弱いんでね、ちょっと最新のダンジョンは難しいかもしれません。まあ裏闘技場最新じゃないんですけど。はい、ということで以上夏でございました。また次回お会いしましょう、バイバイ。